私は日頃から敷地の魅力を生かす建築を作りたいと考えています。人類は人工物としての建築を地球上に作るときに自然とうまく付き合ってきました。構造、材料、設備といったあらゆる性能が向上したこの現代社会において、私が建築を創造するときに最も大事にしていることは、建築にしかできないことを考えることです。建築の空間に身を置いたときにしか感じることのできない感覚、そして建築と関係のない他者がその建築を外から見たときに風景の一部として美しく認識されることを大事にしています。例えばこの方の家という週末住宅は山の尾根に立っています。尾根に育つ植物と同じような繊細さで建てれば自然と一体となった居心地を作れるのではないだろうかと思い、77本の細い柱で床と屋根を支える構造にしました。建築とアートの最も大きな相違点として、基礎があるかないかが挙げられます。地球に人間の居場所の重量を伝えているかどうかです。これからの建築において地面との関係を考えることは、その土地の気概を作ることにもつながっていて、実はとても大事であると思っています。私が設計した建築を振り返ると、無意識のうちに大地との接点、すなわち基礎のあり方に着目していたように思います。ピロティという建築手法ですが、それを調査研究した結果分かったことがあります。ピロティという空間は地面と建築を切り離すものだと思われがちですが、自然物と人工物、パブリックとプライベートなど相反する2つの領域の間にある中間領域です。この曖昧な境界空間こそが建築を作るときに大事になるのではないでしょうか。建築とは境界をデザインすることであり、建築単体だけでなく建築を取り巻く場所や環境が、そして社会がより魅力的になる可能性を秘めているものです。上州富岡駅は世界遺産富岡製糸場の最寄り駅です。この駅の特徴はレンガを床、壁、家具に使っていることです。駅は鉄道と町をつなぐ境界のない広場のような場所です。そのため土木の舗装にも建築の仕上げにも使えるレンガを使用し、一体感のある景観を作りました。また建築家があまり設計に関わらないロータリーや歩道の形状、駅前の照明など駅周辺のあらゆる室内を一緒に考えること、すなわち建築と土木の境界を分けずにデザインしました。そうすることで街の景観としての統一感がさらに高まり、建築がその場所と一体になった新しい風景が生まれます。